地上波は、地上を伝わる電波、衛星波の待機語として用いられる。多重無線用のパラボラアンテナ大出力で、大地解説波を発射し、見通し外通信を行う。電波の電波の種類には、受信点に直接到達する、直接波、地面、地形、建物などで反射して届く、反射波、地面、地形、建物などで解説して届く、解説波がある。 それらのうちで、地上のある二転換での地上波の電波のために最も重要なのは、直接波及び地面での反射波であり、この二つを合わせて空中波という。空中波は、距離の逆地上で減衰し、また地平線や障害物を越えては届かない。地面での解説波を第一解説波または地表波という。第一解説波は、 距離の逆4乗と急速に減衰するが、地平線を越えることができるので、空中波より遠方まで届く。厳密には、地上波に含めないが、電離層での反射波は、電離層波という。電離層波は、距離の逆1乗と、緩やかにしか減衰せず、また地平線を越えるため、非常に遠くまで届く。NHK 鹿児島放送局。 紫小山デジタルテレビ中継局送信書を地上に置き、地上波を利用する放送を、地上波放送、または地上放送という、衛星放送の対義語として使われる語である。放送の送受信技術における歴史上最初の方式であり、ラジオ、テレビともに普及率は、衛星放送よりも高い。ただし、衛星放送が、 国家超国家エリアにほぼ同じ強度の電波を届けられるのに対し、地上波放送では原則として受信可能な地域は送信所の近隣地域に限られる。そして当然、送信所から距離が隔たるにつれ電解強度が弱くなる。その一方、地上波放送はほとんど反射、解説しないセンチメートル波を使う衛星放送に比べ受信アンテナの位置や方向の制約が 比較的少なくまたより小型である。ラジオ放送のうち超短波放送ではほとんどの場合空中波が届く範囲でしか復調できないが超波放送、中波放送、短波放送では第一解説波や電離走波によって長距離間の送受信が可能である。テレビ放送の場合一般に見通しの良い山頂や高い電波塔に設置された送信書のアンテナから 超短波、極超短波及びセンチメートル波の周波数帯を用いて放送する。日本の地上デジタルテレビ放送では極超短波を用いている。これらの電波は解説が弱く電離層反射もしない直接波が主要な電波様式となる周波数帯である。従って都道府県単位あたり複数の送信アンテナを立てる必要がある。ありがとうございます。